湯田川温泉は、山形県鶴岡市にある温泉。鶴岡の奥座敷とも呼ばれる。湘南平野の南西に起伏する丘陵の間にあり、三方を山に囲まれた静かな保養温泉で、付近に、吉豆スケ売り、神社、長福寺、日本海を演望する、金宝山などがあり、冬は、スキーもできる。木造瓦屋根の旅館が多く存在し、 ひなびた雰囲気を醸し出している。共同浴場は2軒存在する。うち1軒は、地元商店で料金を払った後に、商店の人に共同浴場の鍵の会場を行って、もらわないと入浴できないようになっている。ことに、正面の湯は、あら湯の加入率は、全国的にも、屈指の高さを有し、源泉かけ流しの醍醐味を体験できる施設である。 毎年4月から6月には、妄想祭りが温泉街で開催される。平家湯は、和道5年。平成24年で平家湯1300年を迎える。山形県内で文献に残るものとしては2番目に、古い温泉。温泉で傷を癒している白鷺を見て発見したと、される。旅館の名前にも、詐欺白鷺県等があったのはそのゆえんでもある。 白鷺にまつわる伝説がある、温泉地は他にも下ロ温泉、道後温泉、下田温泉などがある。江戸時代は、省内半藩主の湯治場であった。また、当時の全国名刀番付でも、省内、田川の湯として、東の全頭筆頭に位置づけられている。また、では散々参りの河の参拝者の、精進落としの温泉場として栄えた経緯もある。 その後、種田,田三東家や竹久夢二などの文人が登竜したことも有名である。また、鶴岡市出身の藤沢周平が教師をしていた、最初で最後の不認地であり、その教え子も地元に多く健在であり、同志との関わりも深く、吉豆佐、赤井神社前には、同志の恩席に捧ぐという記念碑が設置されている。 平成13年11月13日、環境省より国民保養温泉地に指定。ありがとうございます。